はい、皆さんこんにちは、エイトの大橋です。本日はね、2023年の4月のね、23日になります。畑の作業があったのでね、クワガタの方来たんですけれども、クワガタね、いてないか一度可能性のあるね、樹木点検してみたいなと思います。まずね、クワガタの方なんですけど、結構ね、開拓が進んでます。まだまだ雑草も多いんですけども、じゃがいもの方もね、順調に育って、手前の日当たりのいいところにはね、秋に入れを植えました。蜘蛛の巣張ってるな、まあ、それとね、この辺の赤目菓子はある程度ね、コウモリが食べてる樹木とかもあるので、それらはね、とりあえず今年観察してから伐採しようかなと思って、これとか、まあこれはね、別の種類になりますけども、まあこの樹木とかもね、可能性あるのかなと思って置いてます。それとこれもね、もう脱出してると思うんですけども、コウモリガの跡がありますね。これらもとりあえずまだ伐採せずに置いてます。この一本も穴があったような気がするけど、これね、まあ夏になるまでこんな感じで置いときたいなと思います。それではね、奥の方のクワガタドーン、今からね見ていきたいなと思います。こちらがね、グワラクのクワガタカブトムシ産卵場になります。まずね、こちらの方の青いシート敷いてるところが、池の方でね、在割採集してきた、まあ、コクワガタ、ヒラタクワガタも入ってるかなと、カブトムシの幼虫がね、ここですくすく育ってるはずになります。材とかね、入れて結構マットも掘り込んでるのでね、順調に育ってるはずなんですけども、どうなるかまた見てみたいなと思いますけども。そしてこちらがアカメガシワの樹木の周りに材をね、適当に転がしてます。もうちょっとね、チップとかいろいろ入れたかったんですけども、今年はね、時間がなくって、そのままになってますけども、もうすでにね、ツル性の植物が下からどんどん上がってきてますね。来年はもうちょっとね、チップとかこちらの樹木も埋め込んでね、産卵できるようにしたいなと思ってます。まあこちらに関してはね、河原竹のね、菌をある程度仕込んでるので、まあ、来年再来年とかにね、産んでくれないかなと思って用意してます。そしてそして、このアカメガシはなんと、もうクワガタがいました。クワラクでクワガタおるっていうのは嬉しいな。一度撮影してみたいなと思いますけども、いてるのはこっちの裏、ここにね、先ほど見つけたらいてたんですけど、ライトつけないと無理かな。映ってる？ちょっと撮影するの難しか？あ、いてますね。これはいてる。どこ行った？いてる。ちょっと待ってくださいね。
はい、これでねちゃんと映ってるかな。前回まではねこのウロ覗いてたんですけども、クモとかねムカデとかいてたんですけども、本日クワガタに入れ替わってました。これは嬉しいな。毎回来る楽しみができそうです。ちょっと今からカメラ引いてみますよ。こんな感じのところですね。もう一つねここにもウロあるので、まあ、結構草が伸びてきてるんですけれども見てみたいなと思います。ここにもね花があるんやけど、あー、ここはクモの巣が張ってますね。まだクモがいてるんかな。今日はこのままにしときましょう。はい、こちらがね桑楽のもう一つのポイント、秋に入れの樹木なんですけど、まだまだね葉っぱが出始めっていう形になってます。ここにもね冬から覗いてるウロがあるんですけども、今日はどうでしょうかね。この間はクモがいてたんですけども、いてないかな。お、ちょっとなんか掃除された感がありますけど、いないか。まだここは入ってない感じがしますね。ここにね入ってくれたら面白いんですけども、もう一つの穴、ここはどうでしょうか。ここは樹液出てる感じしますけど何もないかな。残念。他も新しいところできてないかな。ここもちょっと穴になってきてますね。こっから中ずっと空洞になってるかもしれないですね。ここもずっと空洞になってるけど、ここはぐらいやったら入っていきそうな穴になってます。まあ秋にいれば残念ながら本日はいけないですね。ここにねクワガタがすぐ産卵できるように一応マットとかね台とかを転がしてます。はい、ここはねクワラクの敷地外になるんですけどもね、クヌギの木の切り株があります。まだ死んでるわけじゃなしにねもう葉っぱどんどん出てきてますけども、ここもねウロになってるので狙ってるんですけど、今回どうでしょうかね。穴が詰まってきしめてしまってるんですけども、まだ樹液はさすがに出てないし、アリはある程度いますけどね。ここもね集まってくるような気がするんですよね。今は行ってないな。ちょっとね足元が悪いので動くのも大変なんですけど、ここはまだねちょっと早いかな。また覗きに行きたいなと思います。今回はね桑楽の方でいそうなね樹木点検しましたけれども、なんと幸先よくねこのウロになってるところからクワガタ発見することができました。夏が楽しみですね。またねこの桑楽ではいろんなイベントね開催していきますので、タイミングがあればね皆さんも参加してください。主にねツイッターの方で募集かけると思いますので、できればツイッターの方もねフォローしていただけると嬉しいです。
それではね、今回はこれで以上です。最後までのご視聴ありがとうございました。